テクテクネバールくん。今日はネバールくんが聞いた怖そうで怖くない話を紹介するネバー。一人暮らしを始めた男性がいたネバー。その男性が住み始めたアパートの隣にはたくさんのお墓があったネバー。男性は霊感もなく何よりもお金に困っていたネバだから、怖さよりもその家賃の安さに惹かれそこで暮らすことにしたネバー。一人暮らしを始めて最初の休日、その日男性は自分の部屋で久しぶりに休みを満喫していたネバー。すると隣の部屋から振動とともにとてつもない音が聞こえてきたネバー。その音は止まることなくしばらく繰り返されたネバ。男性は頭を抱えその音が鳴り止むのを待ったネバ。我慢のできなくなった男性が部屋を飛び出そうとしたその時、隣の部屋から怪しい声が聞こえたネバよ。エレコンバダダン、隣の人がフル音量で太鼓の達人をやっていたみたいネバー。男性は部屋を飛び出しすぐに音を下げるように言いに行ったネバー。みんなもゲームするときは注意するネバよ。見てくれてありがなっとうネバー。